シローウルフィー・シャゼン・属は、必植物紫化の60種が分類される属である。模式種は、シベナガ・ムラサキ・エッケム・ビルガー。シャゼン・属の種は、北、アフリカ、ヨーロッパ本土、マカロネシア諸島原産であるが、アフリカ南部及び、オーストラリアにも侵入している。シャゼン・エッケム・プランタジニアムは、オーストラリアにおける主要な侵入種となっている。 多くの種は、干渉や園芸植物として用いられ、世界中の適した気候の下で見ることができる。クレタ島では、エッケムアタラクムはパイタウイプシロンローイオタあるいは、ベータデルタガンマラムダオメガシグマシグマイプシロンと呼ばれており、柔らかい芽は茹でたり蒸したりして食されている。車前村瀬貴族は、カリアーファーアナスマラやトライディアシルビナを含む蝶目の種の幼虫の餌となる。 社前紫族の油は、高レベルのアルファリノレン酸、ガンマリノレン酸、ステアリドン酸を含んでおり、化粧品並びにスキンケアへの応用において価値があり、さらに、魚油の代替品として機能性食品としての可能性がある。エッケム・オバーキャナム。ありがとうございます。